エーテルゲイザーの敵キャラだけど、どれも凝った作りになっているよ。モリファイアより種類がいるけど、数が多いから毎回新しい敵と戦えて飽きないよね。特にボスキャラは基本的にはストーリーに沿った形で登場、退場するけど、一度倒した敵でもメインステージ以外のコンテンツでは何度も戦うことになるよ。特に悪夢サイリンやイベントの腕試しコンテンツでは倒したボスが強敵となって現れるよね。難易度の設定でめちゃくちゃ強い状態で戦うこともあるわけだし。だからボスの特徴を頭に入れておくべきなんだよね。各キャラで動きは決まっているが対策はできます。レベルが高いと少しの被弾が命取りになるからね。開始ポイントや攻撃チャンスのタイミングは抑えておきたいよね。ということでボスの動きを予習しようか。編集すれば動きも分かりやすくなると思うので参考になれば嬉しいです。なんで2体君？その2体、もちろん単体でも出てくるけど、難易度の高いステージではセットで出てくるんだよね。しかも今度攻撃を仕掛けてくる。なるほど、それなら一緒に説明しちゃった方がわかりやすいよね。それじゃあ早速見てみようか。まずはファントムベインから。ファントムベインは攻撃方法が単純で対処しやすそうだね。そうだね、攻撃力も低いから単体で見ると脅威ではないよ。光の剣を召喚するけど、これが気になるなぁ。フィールドに残ったままだけど、これはトラップ系？いや、召喚時に射程内にいるとダメージを受けるけど、攻撃が終わると無害だよ。攻撃が終わっても消えずに残るんだね。無害なら移動中に意識しなくてもいいから安心だね。この光の剣の意味だけど、フィールドに6本ある状態だと、まとめて飛んでくるからね。これに当たるとダメージを受けるから注意だね。でも剣はファントムベインに向かうように回収されるのか。やっぱり全体的に単純な動きだから、対処はしやすいってイメージだね。闇を照らさん。だいぶ回復した。感謝、回復した。感謝。
はローベイン。こちらは攻撃特化だから強く感じるよ。瞬間移動しながら攻撃を仕掛けてくるのか。しかも火力が高めだから被弾を避けなければいけないよね。攻撃パターンは3種類だけど、一度の攻撃サイクルで2種類の攻撃を打ってくるよ。1サイクルでいろんな組み合わせの攻撃が来るから、体感は種類が多く感じるけど、実際は3種類の攻撃パターンしかないからね。組み合わせとしては10パターンになるわけか。でも基本の3つの動きを覚えたら対処可能だからね。ローベインの方は瞬間移動してから攻撃の流れだけど、瞬間移動するたびに光の剣を1個設置するよ。この剣も基本は無害なんだよね。でもファントムベインの時みたいに回収される時に攻撃手段になるよ。ローベインの方は一瞬で接近してくるから、まずはそこを気をつけようね。それじゃあこの2体が同時に出現するとどうなるのか確認しようか。行動開始する。まずやっぱりローベインが速くて火力もあるから厄介だよね。それに回避しながら攻撃しようとしてもファントムベインが邪魔になることが多いんだよね。ローベインが攻撃役、ファントムベインはサポート役として連携してくるんだよね。そしてそれぞれの光の剣でも連携してくるよ。ファントムベインも光の剣が6本設置される前に光の剣を投げているね。これはローベインが瞬間移動時に設置した3本の剣がトリガーになっているっぽいね。そう、ローベインの光の剣もカウントされて、ファントムベインの剣も反応するみたい。普通は6本溜まって発動するので、実質サイクルが早まっているわけか。しかも通常より威力が上がっているっぽいよね。これも連携効果かな？こんな感じで、2体同時出現で厄介になるからね。2体同時だとそもそもフィールドの安全地帯が少なくなるよね。ローベインは瞬間移動で詰めてくるし、ファントムベインは後方からサポート。結構バランスが良くて地味に厄介なんだよね。光の剣も威力が上がって飛んでくるし、サイクルも速いからね。2体いるうちは回避するので忙しいかも。一番注意するのはローベインの攻撃だね。攻撃力が高いので、まずはローベインを先に撃破しよう。フィールドが慌ただしくなるのはローベインの瞬間移動のせいでもあるもんね。なるべくファントムベインから離して戦いたいよね。というわけでファントムベインとローベインを紹介しました。今回はここまでになります。ご視聴いただきありがとうございました。あなたの登録でモチベーションアップ、チャンネル登録お願いします。